長い間、噂だけを聞いていて、いつの日に、そうした方を好きにすることができるだろうと、はるかなことに思っていた方が、思いがけなく、この土地へおいでになって、好き身ではあったが、お顔を見ることができたし、有名な琴の音を聞くこともかない、日常のご様子も詳しく聞くことができている。その上、自分へお心をお語りになるような手紙も来る。もうこれ以上自分は望みたくない。こんな田舎に生まれた娘にこれだけの幸いのあったのは、確かに家宝のあった自分と思わなければならないと思っているのであって、源氏の常人になる夢などは見ていないのである。